はい。えっと、それではですね、えー、次に移っていきたいと思いますが、ちょっと今この2つの写真を見てください。ね、で、これは広い範囲が写った写真ですよね。で、これは狭い範囲、まあ、望遠写真みたいな感じですかね。で、これらの表し方についてちょっと紹介していきたいと思います。 で、これどういうふうにして表していくかということなんですけども、まあ、こちらの方は写真が映る範囲という言葉で説明すると、広い範囲が映っていて、こちらは狭い範囲が映っています。で、これをどういうふうに表すかというと、まあ、ここに書いてありますように、画角という言葉で表してやります。ね。えー、カメラから見て、この角度を考えるんですね。 カメラから見てこの角度を考えると、この角度スイーターワンですかね。大きいとこういう広い範囲が写った写真になります。で、角度が小さいと、それは結果的に狭い範囲が写った写真になります、ね。はい。というわけで、まあ、広い範囲が写った写真は画角が大きい写真。狭い範囲、望遠写真というのは画角が小さい写真。というふうに、まあ、言うことができると。 ということがわかります。はい。というわけで、まあ、しばしばこの画角って言葉が使われますので、まあ、ちょっとこの図を見てですね、まあ、理解しておいてください。はい。それではですね、次にこの画角と焦点距離か、先ほど紹介した焦点距離の関係を、まあ、調べていきましょう。はい。えー、それではですね、この画角と先ほど出てきた焦点距離の関係を、まあ、説明していきたいと思います。 えっと、画角と焦点距離はですね、えー、1枚の図で、まあ、書き表すことができまして、まあ、それはですね、先ほどもやりましたけども、レンズの中心を通る光はまっすぐ進むという性質がありました。で、そこで、このレンズの中心を通る光をこうやって書いてありますね。で、そういうふうにして、 で、そして、まあ、あの、ここに撮影素子ですね。フィルムとかイメージセンサーとかがあるとします。そうすると、このレンズの中心から、ここまでの撮影素子までの距離が焦点距離となりますね。そして、ここの角度が画角ということになります。 で、それで、まあ、このようにして画角と焦点距離の関係が、まあ、図で書くことができたんですが、じゃあ具体的にどういう画角になるのかですね。えー、それをちょっと下の方に載せました。まあ、ただし、これは、あの、35ミ、mm、リフルサイズと呼ばれるカメラになります。まあ、これについては後で説明します。はい、じゃあちょっと具体的な画角をちょっと紹介しましたけれども、えっと、まず、この焦点距離が8ミリメートルという非常に短いときには、こんな感じの魚眼レンズになります。 でこれを焦点距離を長くしていきますと15ミ、mm、リ、24ミ、mm、リ、50ミ、mm、リ、100ミ、mm、リ、300ミ、mm、リというふうな感じになっています。これ見ていただくとまずわかるのは焦点距離を長くするほど画角がちっちゃくなってますよね。焦点距離を長くして300にすると狭い範囲が映ってる。これは画角が小さい。 そうですね画角が小さいものですね。はい、というわけで焦点距離が長いほど画角が小さくなっています。焦点距離が短いほど画角が大きくなっていると、えー、いうことが、えー、分かります、はい。というわけで、まあ、こういう関係があるわけですね。ということですけれども、えー、ここでですね、まあ、焦点距離 8mm の時に非常になんかその魚眼レンズのような感じになってますよね。 ええー、感じになります。えっと、ま、あ実はこの、焦点距離八ミリっていうのは、ま、あ百八十度、ええー、ですね、横は、あのそうですね、180度の画角になっているということでありまして、ま、あ円周魚眼ですね、などとも呼ばれます。で、それでですね、写真撮影の場合、五十ミリか、え五、ー、十ミリメートルのレンズを標準レンズ、ええー、などと言います。 で、この標準レンズよりもですね、えー、数値がずっと大きい、例えば100とか 300mm は、これは望遠レンズと呼ばれたりします。一方、この 50mm よりもですね、焦点距離が短く、画角が広くなったもの。 えこれは広角レンズなどと言います。で、これよりもさらに短くなると、あこう、えっと、魚眼レンズですね。というふうになります。で、これはちょっと魚眼レンズっぽく、ちょっと歪んでますよね。だからこれはあの、あの、魚眼レンズって言ったり、広角レンズって言ったりすることもありますね。はい。えー、ということになりますけども、まあ、こんな感じで、焦点距離が変わると、こうやってね、えー、写真の画角が大きく変わるということがわかります。 えー、だからまあ、魚眼レンズの写真を撮りたいときには、焦点距離が短い8ミリのもの。えー、望遠レンズをやりたいときには、なるべく焦点距離が大きいものを選ぶということになります。はい、えー、それじゃあ次にですね、なぜ焦点距離を短くするとこういうね、う広い範囲が、画角が大きくなるのか、焦点距離を長くすると画角が小さくなるのかをね、えー、望遠レンズになるのかを。まあ、それをですね、ちょっとまた理解していきたいと思います。 まあ今、レンズの中心から撮影素子までの距離が焦点距離でしたね。はい、そうするとこうなりますね。えっ、ー、と、レンズの中心から撮影素子までの距離、ここが焦点距離なんですが、えー、焦点距離が短いと、まあこんな感じで画角、広い範囲に移りますね。画角大きくなります。ところが、こっからここまでの距離が焦点距離ですから、焦点距離を大きくすると、まあ、画角、 これと比べて全然ちっちゃくなりますよねというわけで焦点距離を大きくすれば大きくするほどここの角度は小さくなります望遠になります焦点距離を小さくするほどここの角度は大きくなります広角まあ、もしくは魚眼になりますというわけでこのようにして焦点距離を変えると画角が変わるということがこの2枚の絵で簡単に理解できるということが分かります